お、入ったじゃん。これ、これ、三本いらねえよ。一本でいいんだけど。三本全部買ってよ。いや。だって社長毎年一本追加するっけじゃん。いやいいじゃんそれは。だけ。だったらもう最初から三本でもいいんじゃない？いやダメ。まずこのゆっくりと年末に向けて食べる。そこら辺だな。ね。それで何キロ入ってるな。4.3、2割だからね、800g、1キロかけるか。うん、1キロかけるね。わかりました、うん、じゃあ今日はこれでいきますか。調子がいいと1キロ出ると思うけど、揉むからね。揉むからね、うん、揉むとどうしても1キロかけると思う。はい、かしこまりました、はい、じゃあこれでいきましょう。え、マジで頼むよ。今日これ味噌の社長に超これえぇ、ー、え、安くねそういうことか値段を見せればうん、やばい。やばい。社長に絶対怒られる。はい。じゃあこれ、はい、もうお会計しましたよ。お会計済み。済み。これですね。メスちゃん。メス。デバラ。美人だね。美人ですね。うん、毎年言ってるような気がする。はい。はい、これです。今日はこれ。はい。よっ。はい、オッケー。はい、どうぞ。はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。美人、美人が一人。美人。はい。超美人。じゃあこれ毎年恒例のあれでいきます。はい、あれあれどれあれ、さあお腹切ってみるといかがかな。はい、出す。チラミちゃんと、チラリズム、チラリ、いや、え、そんなもったいないこと言わなくていいから早く出せ。早く出せ。出せ。いろいろ問題発言。早く出してよ。いろいろ問題発言。なんかパワハラだって言われる。いや、そういうんじゃないってば。はい、これですね。ああ、ちょうどよくね、こぼれるとこですね。一粒二人とも無駄にしないでよ。え？貴重なんだから。あって許さない。あって許さない。一つぶたりとも無駄にしないでよ。今年の2022年。2022年。はい。2022年。紅葉漬け。はい。これ後回しでもいい。後回しでもいいです。うん、はい、はい、じゃあここまで。続き。はい、じゃあ今度はバラシ。はい、ミコの方チャッチャと言っていいよ。チャッチャと言って、うん、はい、いや、スピード重視の、うん、スピード重視で、うん、だって試合取ってません。スピード重視なんで、はい、はい、いいよ、うん、綺麗じゃないです、はい、綺麗じゃないです。まず手が下ろしちゃう。重点はそこじゃないんで、うん、もうちゃっちゃといっちゃう、はい、あとでそこはやる、うん、はい、こっちもやる。結局全部最後一緒にいっちゃうね。いっちゃうから。あら、どうするかな。あら塩だけにしとくかな、うん、塩まぶし、塩まぶししてだけで、うん、いいよ。あと塩だけで食べるから、うん、うん、頭とあらだけで、中骨と、うん、強めでいいの？え？強めでいいの？いいの、うん、了解。何を喋ってるかっていうと、あら汁で、酒のあら汁で食べるから、あと適当でいいよ。強めだったら、だしプラスその塩でもう味ついてるからね、取れちゃうので、あとは大根、豆腐、こんな程度で、あとは微調整で済んじゃうから。そうです。はい、はい、あとはバンバン、これ、はい、あれ、一応社長が近くにいるから聞いてます。ああ、じゃあ、はいはい、少し離れておきます。シミドロになっちゃったら、シミドロの人生、シミドロの人生、はい、
はい、あそこはあれでブラシのわびさいます。はい、はい、じゃあまな板一貫きれいにします。はい、はい、じゃあまな板割り洗い終わりました。洗い終わりましたが、今度味噌の方もどっから洗います。どっから洗います。はい、どっから洗います。どっから洗って、はい、はいよ。はい、逆方向。いいか、こっちで撮るの。全然全然。大丈夫。全然全然。逆方向、逆。逆坂場。包丁の使い方逆だよね。そうそうそう。うん、ところがのこい逆だからこそこう綺麗に撮れる。ね。ね。はい。ね、ハラス。ハラス。メスだからハラ打つけども。うん。うん、大きく取ってしまった方がいいんで、はい、紅葉漬けにはこっちのいい方を使いたいからね。はい、はい、これは紅葉漬けにするんですが、これからこいつをこいつをだってこれをですね、うん、ちょっと骨こいつじゃないよ社長、ケーズケーズ、はい、こいつじゃないよ、ケーズケーズ、はい、ケーズの骨これが結構大変なんですよ。酒ここについてんじゃないんですよ。はい、酒ここなんですよ。はい、見えますか、ここ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 じゃないですよ、こっちこっちこっち、はいはいはい、味とはちょっと違うよ、味とは違う、で取りやすいようにこれちょっとここに包丁入れます。はい、よく見えるじゃん。うん、あの上の方があのなんていうの、一個向いて見ればわかるか。うん、俺めんどくせえからそこ全部取っちゃうよ。でも食べる分なくなるね。うん、これ、はいはい、これ上の方が硬くないんですよ。はい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 。ペニョンペニョンなんですよ。うん、だからここをつまんで取っちゃうとここ切れるんですよ。はいはい、わかるわかる、うん。だからこっちの強い方を掴みたい。はい、素晴らしい。そう、はい、そのためにここ切っちゃう。はい。切っちゃう。はい。ね、こっから。はい。はい、行きますよ。社長のだから残ってもいいか。なんということを言うんだ。俺が食うんじゃねえんで、とある人たちが食うんだぞ。うん、俺だけが食うんじゃねえんだぞ。愛宝食国境。まだ。噛んだからいいでしょ、今。ね、すごいね。結構大変なんですよこれ、うん、ねえ社長簡単にやん、すぐといでやんはぁって言うんだよ。手だけ貸しますか。いや、いいですいいです、うん、これ、はい、よいしょ、失ったこの数全部取らなきゃなんないから、ね、そう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 、なんだってこれも身を食うために、うん、身をたくさん食べるために仕方がないことと言われれば仕方がないこと、腹子をできるだけ増量しながら、うん、増量、うん、増量、まあ途中までだからね。あんなの、うん、途中までなの。ああ、ちょうどやっぱりバラボンナルあたりまでか。そう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 、あのケチナナンダあたりまで。そう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 、うん、にゃん、うん、終わった。はい、半身込んでまず終わり。ここすごく大変なところなんですけど、うん、すごく大変なの、はい、ここ切ったことによって全然ほら、なるほどね、うん、ほじった感、うん、まあちょっとあるけど、はい、ね、ほじった感ない、はい、はい、いいよ、はい、はい、次あの残り半身、残り半身、はい、残り半身、はい、ここもまた逆包丁、うん、天然一番小さな逆包丁、あ、俺だと思う、でもそうだろう、うん、わかんないっす、あの小賀さんがやってるのあんまり見たことないないか、
はい、まあ無言になっちゃうね。はい動画だろうみたいな、はい、動画だろうそして先ほどと同じようにの入れ方的にギャグです。はい、右と左の違いが、うん、あ、そうか、そういうことか、うん、はいはいはい、利き手の関係、ただの、はいはいはい、うん、どっちから入れても全然 OK なんで、はいはいはい、頭が柔らかいから途中からつまんで取るっていう、その方が綺麗に取れるっていうことか、うん、途中で切れられちゃうと今度身っこの方ほじほじしなきゃならなくなるんで、うん、そうだもんね、そう、そうするとねちょっとなんか綺麗、あのプロっぽくないしみたいな、うんうん、一応プロだからね、一応ね、名ばかり、名ばかり、ナプロ、うん、ナプロ、そうするとほら、ほらほらほら、わかるわかる、うん、わかる、これキュッと出てくる、うん、なるほど、うん、そこをひ、あの、つまんでピコ、うん、ピコ、うん、ピコっと、あ、そこ見えねえかった、え、ほら、あ、ほら見えた、これ、見えるよ、これ映ってんのかな、ちょこっと見える、これはわかるでしょ、これは、それは見える、ね、これが結局上に見えてるんで、うん、上かはやばいとここれ切れちゃうんだよ、掴、うん、めないし、うん、切れちゃう、うん、なるほど、だからここの硬いとこ掴みたいから切ってる、うん、影包丁入れてるように、うん、カメラを通して見ないで目で見よ、見てと見ようとするからカメラの下、あの位置が合ってね、切れるねこの量見て、この量、うん、その通りです、下ろしててね、うん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 この量 毎年やらせてるんだよね、今年は1本でいいからとかって言っていつも2本何を言ってるんですか動画だから言いたい放題ここカットするかどうかはもう社長もね、最強ですねはい、これで反対側もう終わり、抜いてないみたいな、ね、はい、ここで一旦止めますよ、はい、ということで戻ってきてる間にもうあら現れてますあら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 、はい、じゃあ次に皮引く、皮引く、引いて凍らせる、うん、はい、はい、じゃあ皮引いてもらいます、はい、で多分見えないけどここら辺に兄ちゃんがいると思うんですね、鮭の場合は見えない、見えないけどいる可能性が大なので 100% いる、 100% 俺もいると思う、 100% いるって思ってた方が間違いない、なので鮭の場合は生で食う、ルイベも含めて生で食う場合はやっぱり冷凍ですね、うん、一旦冷凍、冷凍必ず冷凍48時間、はい、以上、厚生労働省、はい、でそのために皮引いてもらってから冷凍しますので皮引きます、はい、はい、ですよ、またなんだかなって文句ばり喋って早く下ろして大変なの、変わりない川には変わりない、川には変わりない、腕伸びね、はい、はい、と、ね、これは川塩する、うん、それも塩しててくれる、はい、でそっちはそっちで、はい、もう一丁、はい、もう一丁、はい、出たかじゃ、はい、出たかじゃってともちゃんなんてこと喋るんだじゃ、はい、出たかじゃなんだかすげえ言葉使ってるんだじゃなんだかすげえ言葉使ってるんだじゃ今あーって何も聞こえる気がないで聞かないで、はいはいはい、はい、出たかじゃ、はい、これではこっちは OK、 はい、じゃあこのままレッドしちゃいます、うん、あ、ちょっと残ってますね、工房も筆の、工房も筆の、うん、プロっぽくない、プロっぽくない、うん、プロポリス、はい、はい、はい、OK、はい、
はい、オッケー。はい、じゃこのまま冷凍に。このまま冷凍にして48時間。48時間。置きまーす。はい。はい、どうでも誰でもできるから、うん、粗汁用にしてしまうので、頭で塩、鮭の頭って結構切りやすくて、傷のところ、うん、ここ、そう、ここ傷の生酢、酢でふにふにになっちゃうぐらい、うん、すごい柔らかい、柔らかい、はい、簡単に切れちゃうんで。そこヒズって氷頭って書いて、氷頭じゃない、氷頭と書いてですね、うん、ヒズと言います。社長、何ブリューに無理読み込ませようと思ってるの。何いいじゃん、自分の通りテロップ入れようと思ってるでしょ。そんな人を差し置いて今エラ取っちゃいます。エラーって、意外とこう手で取ろうとするよりも包丁にこう押さえて、はい、包丁で押さえてやると意外と簡単。ああ、手で引っ張れるな。そう、うん、まな板にあのエラをつけて、つけて押し付けてですね。押つけて。はい。で、あとはエラはいらない。エラはいらない。はい。エラいらない。で、あとははい。はい。で、あとは洗う。これ七味とろだから先どうしても。はい、いやいや、何年かかってきて9時まで来たかわかんないけど、僕も最初だから4年だと思う。4年だと思うね、うん、4年かかってご苦労様です。ご苦労様です、はいはい、ちょっと間違って入っちゃったところが ね迷路だったと。これ手中かな。手中ね、そう、迷路に入ったけば抜けれなくなってしまってた。そういうことで手中に入っちゃったんですね。はいはい、じゃあ今度はバツバツでいきますよ。これいい？その感じ。何をするかっていうと、これも食うんです。で、気をつけてよ。うん、え、誰に言ってました？あなたです。うん、だって長さはチグハグなんだもん。え、合わせて欲しかったの？あ、そう、いや別にこのぐらいでいいって。このぐらいでいいって聞いたからさ、そのぐらいでいいって言ってる長さチグハグじゃん。いや、最初の一頭目だけさ。なんだそれ。で、これ全部塩しちゃうと、そのまま全部食えちゃうんですね。うん、そう、本当にエラ以外全部食えちゃうんですね。酒、ほとんど捨てるとこないんですよね。ちょっと強めにやるとこの鱗まで食べれます。食べれるんで。そうなんです。それが目的なんです。はい。だから意外と高いように見えるんだけど、でも高いな。高いように見えるんだけど高いな。高いと思うね、今年は高い。けども、あの綺麗に食べるとその分以上は食えるっていう。値段分以上にはなる。以上にはなる。変にあの部分部分買うよりね、うんうん、切り身でこう綺麗とか、そうそんなメニューは全然断然お得。お得だよね。何回食えるかな。で、そういう風にして今度はこっちハラスのところ。ハラスも思いっきりしよう。これも生で食うのじゃないので熱加えて食うから、しょっぱくして、で熱加えて食うのでこれで大丈夫。兄は塩で死ぬ寝がっけからな。うん、死なない。うん、死なない。酢でも死なない。酢でも死なない。唯一死ぬのが。せいろが。酢でもダメだっけもね、本当にさ。兄の野郎って。あいつは強い。強い。はい。はいと。はいよ。こっちも半分ぐらい。あ、そこも3分の1ぐらいだな。3分の1、うん、はい、と合わせて3分の1ぐらいで、3分の1っていうのは結構魚屋さん難しくて、じゃあ4分の1？ いや、3分の1になったけど。ほら、無理くりみたいな。ちょっと投げよ、これ。皮は？皮も切る。皮も？うん、同じくらいかな。
4分の1にしてもらうか。4分の1。4分の1。じゃあ5分の1だな。もう切っちゃった。半分に切ってから5分の1って言うなって。もう偶数確定じゃん。それ3つに切るか。3つ。うん。6分の1だね。6分の1。半分にした時点でもう偶数確定。入った。はいよ。こんな感じで。はい、こいつはこいつは。うん。こいつは。こいつは。はい、そこも三分の一。じゃあ。四分の一でいいです。四分の一。はい。はい。はい。あとは最後尻尾。尻尾。あ、はい。はい、最後は尻尾。いいでしょ。ここも美味しいんだよ、しゃぶってくると。ね。尻尾は丸だ。ちょっとグッとこう。うん。はい。はい、オッケー。じゃあどうする？じゃあ、フグロだな。フグロ？それでもいい、大きいのでも。フグロの食べ方が強いから、うん、あれだよ。はい、じゃあトレーで。うん。2つ。いいです。頭2ついる。頭1つ。半分ずっこ。半分ずっこ。うん、そうすると2回鍋食える。あ、食えるね。うん。1、2、3。半分ずっこ。はい。で、これ。これ半分ずっこ。尻尾半分。尻尾は最初の時にするか。うん、最初の時に。はい、皮。あ、皮。うん。皮半分ずっこ。はい。OK です。よこう社長贅沢？うん？贅沢？いいでしょ？うん、これだってこれ塩強いからそんなに来ないと思うから、うん、もうダブンと入れちゃうもん。そう、いいの、ね。はい、これで鍋2回分できました。2回分いいでしょ？そうすると2晩これ楽しめる。カスなんか入れてもいいしさ。そう、うん、いいですね。はい、これで2晩楽しめます。ありがとうございます。